こんばんは、花谷龍馬さん、速稼塾の久保です。花谷龍馬さんの勉強方法、とってもいいんじゃないですかね。それに対してお金がもったいないって気持ちは私は全くないです。やっぱりね、自分の頭脳に最大限に投資しなければならないと思いますから、それこそですね、高級ランチを食べるよりも今みたいなお金の使い方すれば一生の財産になるじゃないですか。何が一生の財産かっていうと、やっぱりね、こう知識なんですよね。知識とか頭脳、こちらに真っ先に投資しなければならないのに、多くの方は自分の体の中じゃなくて、脳の中じゃなくて、その外側に投資するんですよね。だから暗号通貨を買うのもいいし、 FX やるのもいいし、なんかビジネスやるのもいいんですけども、自分の内側に投資せざるを得ないものが、投資しないものがね、何をなすのかなと、他人の小舟に乗るのかな、そしてどの小舟に乗ればいいのかってことは、まさに内部が磨かれてないと見分けがつかないと思うんですよ。そういう意味で言うとですね、オーディオブックにしても書籍にしても、むちゃくちゃコストパフォーマンスがいいんですよね。ですんで、やっぱり今でもね、優秀な人って未だに本で学んでるんですよ。堀江貴文さんが牢屋に入った時に1000冊の本を読んだって話がね、どっかでありましたけども、1000冊の本を読んだというエピソードすら出版物になってしまうということもありますし、で、通常はですね、ブログとかツイッターとかの記事を読んでるんでしょうけども、やっぱりテキストの文章ってのは最もね、処理ができるものだと思いますよ。人によってはね、映像がいいとか動画がいいとかなってくると思いますけども、私は花谷龍馬さんの勉強方法はね、すごくいいなと思います。その上で申し上げますけども、私も似たようなことやってるんですよね。というのが、ここに一冊の本があります。40代を後悔しない50のリストってありますけども、これまでね、読んでないんですよ。買ったのはかなり前です。5年ぐらい前です。出版は2011年です。で、全く開いてないんですよ。開いてないけど、この表紙だけでも私はね、無数の動画をもう出してるんですよ。なぜなら、40代を後悔しない50のリストって書いてるでしょ。自分だったらどんな50のリスト作るかなって考えただけで、もう一つコンテンツなんですよね。それによって動画が作れるし、私だったらこの10個をまずはパーフェクトにするよ、40代ではこれは絶対にやっておくよっていうのはね、どん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 出てくるんですよ。それこそ50どころじゃないですね。引いて言えば、40代で後悔しないための50のリストっていうことを40代でやったら遅いだろうって方なんで、これはね、20代の方の向けの本だと私は思います。40代でこんな本読んだらもう遅いんですよ。手遅れですよ。40代でこれ本読んでね、ああできてねえなと思ったらいつやるんだって話じゃないですか。20代の頃に、30代にもうすでに40代でやっておくべき50のリストを体得しといて、40代になったらどれどれできたかなっていうふうに、もうね、答え合わせをするぐらいで、いいペースだと思うんですよ。で、この本を読んでないのに私はコンテンツを無数に作ったってお話をしましたけども、別にですね、こういうのがあります。よくわかる FX 入門ですね。こちらの方私はもう体得してます。もう丸暗記したと言ってもいいぐらい読み込んでます、この本ね。価格にして300円ぐらいで買ったと思うんですよ。定価は1380円ね。 FX って去年の本でも3年前の本でも5年前の本でも同じこと書いてるんですよね。ですんで、最新版である必要は全くないんですよ。テクニカル理論っていうのはいつも一緒ですから。ね、山本くん泣いちゃったね。しばらく来ないと思ったんだけど。で、この本をどういうふうな扱い方をするかというと、花谷龍馬さんこの本を読んだ後にオーディオブックでこれを聞くっていう形になったと思うんですけども、私の場合はオーディオブックすら買わずに、この本を朗読したのを録音して私は聞くってことをやってました。これ昔やってました。プラス、この本を読んで丸暗記ではなくて、自分なりの解釈をライティングしたのを、ブログに書いていって、ブログの量産っていうのをやったんですよ。で、2015年ぐらいからね、2014年25年ぐらいからセミナービジネスを私主にやってたんで、こういった本を読んで自分なりにまとめたものを1時間のセミナーにして、入場料3000円で20人から30人の方集めてビジネスにしてましたね。ですので、本1冊を買うと、もう次の日から、下手すらその日から稼げてたっていう形ですよね。で、そのセミナー映像を動画に撮ってさらに販売するって形で、1冊の本を1000円とか2000円で買ったら、もうそこから10万円とか20万円を生み出していってお金を作り続けたってことですよね。で、セミナーに招いたりコンテンツを売ると、必ず視聴者さんとか参加者さんから質問が来るんですよ。で、質問に対して答えるってことが、まさにね、私自身の最も大きな学びになるので、どんどん質問を無制限で受けてましたね。
そういう形でね、私はこういった本っていうのを使ってました。これが私の今でも続く勉強法ですね。山口くん出たい？さてね、今ね、大事なのがお前いいなって思ってやったのに、この野郎、ほら山口くんが来たんで、ちょっと終わりです。はい、またね、今度はやりましょう。